いや買ったね、行きましたね、はい、買いました、はい、うわ頑張っとるわ、力ないお兄ちゃんがこれすんごい重いやつ、全然重くないやつが面白い、全然重くないよ、うわやつが面白い、全然重くないよ。皆さんご存知コストコでございます。ちょっとねコストコで爆買いっていうのを初めてしました。うん、まあ、有名なやつとか気になったものとかをちょっと買ってきたんで、はい、みんなにちょっと紹介でもしようかなと、しましょう、思ってますよ。おー見えとる見えとるでかいんじゃけ、見えとるんじゃけ、隠しとるけ、隠せてないけんね今回買ったのは、はい、全17点です。おー結構ありますよ、合計金額が約3万円です。紹介しましょうか、いきましょう。まあ定番よね、はい、うるうれっしゃー、ナイスキャッチ。こちらドン、キッチンペーパーです。ペーパータオル、これはもうド定番でございますね。見えんね見えんほどけてこちらお値段2598円。はい、あのねうちはねめちゃくちゃ使うんよキッチンペーパー。マジで使う、でいつも声優で買っとんだけどすぐなくなるよね。そうこれは厚手でロールも長いし、まあ、コストコといえばこれみたいなとこあるじゃん。あります。とりあえずこれは買っとかなきゃいけないなって思って買った感じよね。これ家持って帰ってから本当の大きさに気づくみたいな。気づくあれこんな大きかったっけみたいな続いていきますか。はい、まあこれ着たらあれでしょうという、よいしょじゃーん、ガシャーントイレットペーパーです。これももうコストコといえば、はい、コストコに行ってこれ買うんかったらね嘘よ。あ、ウルターでやった時にコストコ、うん、キッチンペーパーだと思ってこれ買ったよね。そう、そしたらトイレットペーパーだったっていう、はい、それはねめちゃめちゃ覚えてたけ、うん、キッチンペーパーだと思ったらキッチンペーパーじゃないけ、キッチンペーパー探せよってずっと思ってた。こちらが2098円。これ30ロールあるんですね。めっちゃあるよ、もう吹きまくっていいよ。マジで、うん、お尻に穴開くよ。やめろよそのジジイみたいなギャグマジで次、はい、これもド定番です。ド定番ですね。これ兄ちゃんがチョイスしたやつですね。そう、前にオルトナハウスから持って帰った時になんか美味しかったよねこっちの方は。へえ。これをまあ2個ずつぐらいに冷凍して好きな時に食うみたいな、ね、感じでやったらもうマジで美味しい。味がうまいよ。あ、そうなんだ。36個入り1個20円ぐらい。20円ぐらい、20円以下安い。コストコで全部作っとるけど安いよこんだけ。あ、なるほどね、コストコの中で作ったのか。そう、コストコのお惣菜とかもね全部その場で作ってもう手作りでやっとるけ美味しい。確かに中でね作ってるとこあったもん。そう、さあ続きましても定番の巨大系がやっぱ多くなりますね。はい、ドーン、ピザ。これ画面で見とるよりね、おっきいと思うよ。キッチンのシンクに置くと、シンクに置かんね。キッチンの台に置くと、もう入りきらんぐらいの大きさだけ。で、これで2000円じゃけ。まあ、1998円。めっちゃ安いよ。めっちゃ安い。で、その、ピザチェーン店で頼むと、これよりちっちゃいじゃんか。うん、でも、3000円とかするもんね。4000円ぐらいする。うん、するよね。つきましては、つきましては、定番関連。ドーン、サーモン。でかー、これもだって1キロ、4041円。え、いい値段はするよね。まあね、うん、ただマジでうまいよね。これほんまうまい、味が、味うまい、ほんま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 えちゃんが。で、これはまた別で、はい、企画で使おうかなと動画にしますね、思ってます。はいはい、そしてはい、これも定番でしょう。おっしゃや、ダダダーン、牛タン。これも大定番でしょ。はい、こちらも約1キロ、1キロ1グラムが 1.01キログラム。何を言うの1キロ1グラムってあれでしょ、1キロは1キロよ、1グラムが1000個で1キロ。じゃあ1キロ10グラムか。これ1キロは1キロ、1キロ10グラムって何10グラムが100個で1キロ。じゃあ何て言うのこれ、何が 1.01キログラムって。はえ？ 1.01kg ってなんて言ったらいい？ 1.01kg は 1.01kg よ。1010g。 これもね、うん、動画で使えるんじゃないかなと思って。いいね、マジうまいけね、これタン、うまいよね、うまい、うまいじゃん、うん、だけどこっそり2本買ってた。こっそり忍ばした忍ばしといた。これだって1本4030円じゃけね。こっちは一応ちっちゃめにしといた。 0.80kg で。何や 0.80kg 書いてあるもんだって0.80kg って読まんでしょこれ書いてあるじゃん、なんて読むこれ、ね、え、なんて読むんじゃんこれじゃけこれ 800g よ。でも、じゃあなんて読むこれ。 0.80kg。 美味しくいただくやつと、うん、はい、まあ、動画でいただくやつ、はい、いただきます。で、買いましたっていう、はい、でさっきのサーモンが4030円、4041円だけ。だけどね、あのね、サーモンとパンのグラムの値段ほぼ一緒なんや、うん、そうだね、1キロ1キロだけ。意外と、はい、ういこれ何持ってるか分からんじゃん。パッと見、さつまいも蒸したろうか。ええ
焼けやん。いいじゃん。焼きほだるだみたい。蒸してもいいじゃん。さつまいもって焼きが来るじゃん、最初。蒸してもうまいの。いや、蒸してもうまいけど、さつまいもで焼きが来る、焼き芋。いいの。炊飯器で焼き芋やったら美味しいよ。そうよ。ということで、みんなで、炊飯器で焼き芋しませんか、っていう話ですよ。しかも、はい、紅はるか。紅はるかは甘いんですよ。そう。紅はるかってなんで紅はるかって言ったら知ってる？あの、あれでしょ？はるかちゃん、紅さんのところのはるかちゃんが、紅はるか。紅はるか。姓は紅、名ははるか。千鳥のコントで出てきそうやな。これね、他の品種より、はるかに甘いっていうことで、はるか。あ、そういうこと？そう。これが、598円。続きまして、はい。桜鳥の胸肉です。はい。これちなみに 2.4 キロです。で、1298円。グラムなんぼよって話よ。グラムなんぼよ。書いてない。50ちょい円だけ。50ちょい円じゃけ。ちなみに言い忘れとったけど、今回は食品系をメインに買ってます。そうだね。冷蔵庫パンパンにしてやろうと思って。そういうことです。続きまして。うん。ででーん。おい。シマッチョ。いいね。これ一番プルプルホルモンです。そう。お値段の方が、1698円。そして次、いいね、いいねって言われるでしょう。うん。こちら、冷凍のフルーツミックス。それポン入れて、水やら牛乳やら入れて、ガーやったら、もうスムージーできます。それ最高。1198円。こんだけ入ったら安くない？まあ安い安い。そして、はい。もうだいぶ終盤でございます。おい。ででーん。花畑牧場のブラータ、うん、生モッツァレラ。なんかとろーっと出てくる感じなのかな。そう。なんかね、よく知らんのんだけど見たことあって。中はこんな感じですね。これが4袋ですね。4袋か。うん。多分別に安いものではないよ、これ。うん。ただ美味しいっていう。なんか、コストコって多くてお得な安いものと、うん、コストコにしかないものっていうのもあるよね。はい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 。まあサーモンとかさ、ピザとかさ。確かに。これも、スーパーで見たことなくない？ない。こういうのもコストコにしか、なかなか見かけないもの。ちょっといいものとか。そうそうそう。お値段が、はい。1238円。あ、ちょっといい、ちょっといいね、チーズ、うん、てか食いたいな今。ちょっと食べてみようか。このままこのまま。オッケー。パッと見杏仁豆腐。パッと見杏仁豆腐。何もいいよなお前。何こっそり一人で何こりだよ。いいじゃん。そんなにおしろるかねえ。みんなね、今一緒に頼んでんのだけ邪魔せんといてや。じゃあ来ますね。一回パンパンしよう。パンパン手で。違うわ。お前やったことないんか YouTube。 いや、あ、そっちのおたわんの方ですか。ないよこれ。パンパンで何それ。なんか何だの粉入っとるやつこうやって落とすみたいなやつのなんかあるんかなと思った。恥ずかしい。恥ずかしくないよ。出しまーす。はい。水。あ、じゃあいただいてください。いやいや絶対美味しくないって。行くんかい。ダメッチ。ダメッチ。バイデンバイデンバイデン。早く出してチーズ。ねえ、こうやったらさ、クリスマスツリーがまだあるとバレるんだけど。1月半ば言うな。出してまい。え、おお。うわソースみたいなのりじゃん。あー、じゃねクリームみたいな。あー、おいしいおいしい。濃厚な感じ。すごい味あるね。味ある。普通のモッツァレラよりすごい味がしっかりあるわ。うん、これおすすめです。続きまして、普通に使うやつ、お好みソース。2本で488円。はい、ちょっと安いよね。安い。あ、そんなもんか。でも240円。で、広島人はまあ使うよね、めっちゃお好みソースね。東京来て思ったんだけど、意外と使わんって人多いよね。多い。ウスターソースとか中濃ソース、中濃ソースみたいな、そっち派の人が多いよね。そう。広島人は絶対このお好みソース、おたふくかもしくはカープソースっていう、うん、どっちかだよね。そう、何にでもつけよったもんこんなんね。例えばお好みソースにもつけるし。あ、はこへふ、はい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 、お好みソースにもつけるし、せいせいせい、お好みソースにもつけるし、お好みソースにもつけるし、はい、お好みソースがあってそれにお好みソースつける。じゃあスプーンにこれ取って、うん、こう一回くぐらせる。そしてまあもう2月バレンタイン近いので、はい、バレンタインあんたにギリチョコです。ギリチョコくれるんじゃお兄ちゃんか。リンツリンドールチョコアソート。これは兄ちゃん勝手に買ったね。1個バレンタインっぽいの入れたいなと思って。おう、これ配れるじゃん。配る気なん。学生の女子じゃん。オルトナハウスで配れるじゃん。いや、オルトナハウスでこれ兄ちゃんから配られても気まずいだけよ。いや、そんな感じで配らんよ。そんな感じで配る。普通に、あ、これチョコ食べる？って言われてあげる。ギリチョコを渡されたと思う、お前。あ、ミンティア食べますみたいな。そうそうそう。狙いは何なんじゃ。狙いは、ステルス
バレンタイン。こっちの楽しみだけ。なるほどね。みんな言うじゃん。今年一個バレンタインもらってないですよ。そう思ってるじゃないですか。あげてます。なるほどね。あ、これチョコいける？あ、ありがとうございます。美味しいっすね、これ。今年彼女からしかもらってないんすよね。だと思うじゃん。だと思うじゃん。それ待ちなんだよ。こいつだと思うじゃん、準備しとるけ。常に。D の C に準備してる。 D の C ね。いつでも D 出せるやん。そう。でも D の頭の膨らみ出とる、ちょっと胸ポケット。胸ポケットから。スーツからあのちょっとスカーフ出すみたいな感じ。パッと見 P かもしれんけど。P かなって一瞬もあるけど。いや今年バレンタインこもれなかったっすね。だと思うじゃん。早いね。D が出てるから。でもこう出したら逆じゃねえ。逆に見えるけ。こう出すときに、こう。こう。この読めや。はいはいはい、ね、二層構造です。中が生チョコっぽいやつね、ちなみにこれが1738円。わ、いい値段するね。でも高級チョコよ。うん、じゃね。そしてまだあります。はい、これはちょっと話題になっとって、個人的に狙っとったやつ。おお、これ何？ハウスホールドシャーフェイスワイパー。サーフェイスね。ハウスホールドサーフェイスワイパーズ。あのね、ワイプ、ちょっと簡単に言うと、クイックルワイパーの先っちょとかにつけるやつのシート。そう。ああ、いいね。でこれの中に洗剤とかも入っとって、これだけでパーって拭いたら綺麗になるよっていう。これ家中いけるじゃん。そうそう、どこでも使えるんよ。床だけじゃなくって、トイレにも使えるし、そう、まあ、キッチン周り、これがなんかねすごい便利だと。小耳に挟んで、へぇ、80ウェットウィップス入っとるけ。80ウェットウィップス入っとるじゃん。うん、1個に。こっち72ウェットウィップス。こっち80ウィットウィップス。うわ、香り強っ。こう開けて、こう蓋になっとって。これ便利よね。それいいよね。うん。すごいね、匂い。すっごい強い匂いが。嫌いな人嫌いかも。お前ちょっと嫌い側の発言じゃん。嫌いな、嫌いな人の代名詞だよね。あんだけ入って1448円。え、安っ。めっちゃ安いじゃん。アメリカンね、なんか。まあね。そして、まあいいよ、ラストです。ラスト、まあ、食料系がメインなので、はい、最後にこれ言っておきましょう。はい、ジップロック。ジップロック、サイズ違いで合計で166、これで1898円。え、どうなんそれ。ちょっと安い気がする。しかもこれ何がいいって、普通のジップロックと違って、上がスライダーなんよ。ほんまじゃあ、そう、普通上さ、普通自分の爪でさ、締めていく感じやんか。はいはい、はい、あれさ、意外とさ、ちゃんと食っとるかどうかわからんみたいな時ない？ ある。え、これちゃんといっとるみたいな。で、一番端のとこで気づく。これだったらその心配がないっていう。確かにね。で、あと下側がマチになっとるけ、マチがありなんよこれ。ほんまじゃ、わかる？マチがあるってどういうことか。わかるよ。じゃあわかるよ。シティじゃないよ。じゃあショッピングモールがあったり、あの病院があったりとか、マンションあったり。シティの方だった。なんでいい子になる。でもここが上が、ここもまあ意外と使い勝手いいです。スライダーになってまして、それこそパン1個2個入れるっていう。マチがある、わかる？このね、この下が横、何、土台がある。語彙力がない。説明させて、ここは任して。わかる、任すわ。そう、マチっていうのは、その下がね、底面、底面がこうある。言ってないじゃん。だけど動画なんじゃけ、見たらわかるんよ。いや、見たらわかる。これが YouTube の強みなんよ、動画の。見たらわかる。見たらわかる。でも街はこれよ。これのサイズ違いで2個。今がちっちゃい版と、こっちはおっきい、かなり、何でも入りますよって。すごい。すごい、見えるかいな。おい。ということで、総額が3644円。うん、まあ、しばらく困らないんじゃないでしょうか。そうじゃね、また行きたくなるね。会員になったけ一度も行けるよ。で、このコストコの商品使ってまた別の動画も撮ると思うので、はい、それ見たいなと思ったらぜひチャンネル登録もお願いしまーす。お願いします。来るかもしれねー。お願いしまーす。じゃあ次はイケアを攻めるか。イケア行きたいね。イケア行こう。行こう。イケアの動画も楽しみな人は待っててねー。バイバーイ。バイチョルー。